ハロウィン終わったから、家を改築しようと思うけど、何か希望あるかな？俺は、ゆったりしたソファーでたくさん本を読みたいかな。ゆずちゃんは？あたしね、でっかいぬいぐるみやおもちゃも欲しいな。りくしくんはどうかな？特にこれと言ってないけど、バーカウンターをもっと活躍させたいかな。ながるさんはどう？俺は、キッチンをもう少し広くて使いやすい感じにしたいな。でもさ、多分みんなが欲しいのは、絶対プールだね。お金？足りるといいな。おはようございます、ゆっくりです。だいぶ広くなった新居ですが、昨日休暇を取った子供たちには、学校に行ってもらいました。ハロウィンで追加した家具や飾りを売りましたが、また所持金ゼロに戻ってしまいました。このままでは、ご飯が食べられないので、収穫物を売っておきます。作物も、少しずつ高く売れるようになってきたので助かっています。今朝は、リクシ君に、フィッシュ&チップスを作ってもらいましょう。ああ、せっかくキッチン広くしたのに、やっぱりシンクの上で調理しちゃいますね。なんでかなー。そうそう、冒頭の建築した時とは、
少しだけレイアウトを変更しています。あと、BGM の大きさなど今回調整していますが、もしもっと小さくなどありましたらコメントお願いします。ご迷惑おかけして申し訳ありません。できました。ナガルさんも一緒にご飯を食べましょう。ほほー、ラズナ。おここ最近、いろんな方の建築動画を拝見したりしていますが、自分で作るとなると、楽しいですが、なかなか難しくていつも頭を悩ませています。一番楽しいのは、家具の配置が決まってから、小物をあれこれ置いたりするときです。つい、ごちゃっと生活感あふれる感じになるのですが、シンプルでかっこいいお家も作ってみたいです。さて、コメントで。隠しエリア、他にもあるよ。と、教えていただいたので調べたのですが、シルバングレード以外にも、オアシス、スプリングスにもあるようです。ただ、起用スキルが10必要みたいなので、陸士くんには、しばらく絵画より彫刻をしてスキルを上げてもらおうと思います。おや、今通りかかったおばあさんは、ウプ主がナガルさんのお嫁さん候補にしようと企んでいる、キキさんのおばあちゃんの、サクラさんですね。サクラさんは、明るくて元気なおばあちゃんで、建築動画用に撮った、この写真は、ウプ主が一番好きな写真です。リクシ君は、ご近所付き合いが上手そうなので、サクラさんとも仲良くしてもらいましょう。と思ったら、指示していないのに、ナガルさんも来ました。うんうん、お友達のおばあちゃんだし、ご挨拶もしておかないとね。おや、リクシ君がどこかに行ってしまいました。トイレでした。我慢してたんだね。ごめんね。さくらさんもお家に帰るようなので、ナガルさんにはいつも通り稼いでもらいましょう。さて、今回のやる気の出る本のタイトルは、最近胸の中で膨らんだ、熱い思いを込めて、気になるシャモに、もうアタック、というタイトルにしました。寒くなってきたし、シャモ鍋の美味しい季節ですよね。え、膨らんだのは恋心じゃないかって?クリスマスディズニーに一人で行こうとしているウプ主には、恋心とか知らない子ですね。そういえば、先ほどリクシ君に作ってもらった、象の彫刻を見てみます。おお、象さんが玉乗りしているようです。これは可愛いし、裏地に飾っちゃおうかな。さて、そろそろ子供たちも帰ってくる時間ですね。後でみんなでお出かけしましょう。やってきました、ニュークレストの自作のレストランバーです。前回は、ここの1階でお食事だけしましたが、今回は、2階のバーに行ってみましょう。2階には、楽器とバーカウンター、VIP ルーム的な何かを作っていますが、VIP ルーム内のテレビの吸引力が半端ないです。ナガルさんは、ピアノのスキル上げ、リクシ君にはバーカウンターで働いて、マヒル君とユズちゃんには好きにしててもらいます。リクシ君は、気がついたら、舌でローストチキンを食べていました。お腹空いてたんだね。
まひるくんは、ゆずちゃんとお話をするようです。学校から帰ってきた時から、まひるくんが誘惑的になっていますが、それは置いといて、りくしくんのバーテンダー姿を眺めてみます。Well, Daisy. Woo! できました。ホット&スモーキーというカクテルです。傘の飾りが可愛いですね。さて、夜も遅くなったので帰ってきました。明日は土曜日なので、またお出かけしましょう。おはようございます。土曜日の朝です。今朝は、お腹の空いたまひるくんが、裏庭に設置したグリルを使ってくれるようです。これは、ベイクドポテトのようですね。お腹がペコペコで不機嫌なまひるくん、頑張って。おお、できました。ナガルさんも起こして、みんなで食べましょう。ジェノ、ランフォー。庭でのご飯も、なかなかいいものですね。裏庭にグリルとテーブル置いてよかったなぁ。ザンボ・ヨーブス？そういえば、まだ誰もプールを使っていないけど、指示しなくても、誰か使ってくれるかな。そうだ、あと、みんなで写真も撮って飾りたいな。後で撮りましょう。そして、ゆずちゃん用に、新しくウサギのぬいぐるみを置きました。ハロウィンのパンダのぬいぐるみは、2階に置いてあります。かわいい。ほっといたら、ナガルさんとリッチ君が写真を撮っていました。それもいいけど、壁に飾る写真の撮影大会をしましょう。ゆずちゃんは、子供なせいか、一緒に、飾るための写真を撮ることができません。でも、一人でもこの可愛さ。ナイスポーズです。次に、ナガルさんとまひるくん。りくしくんがいないと思ったら、あ、プールを使ってくれています。ちょっと狭いけど、使ってくれて嬉しいなぁ。でもとりあえず、一緒に写真を撮りましょう。バジュー！ボフィアンサイン！アンジー！いい写真が撮れるかな？さて、最後は、ナガルさんとリクシ君。ナガルさん、リクシ君もいい笑顔です。早速、壁に飾ってみました。うん、いいねいいね。ここには、写真やみんなの作ったものを、たくさん飾っていこうかな。さて、お友達も一緒に公園に遊びに来ました。今日は好きに過ごしてもらいましょう。あ、桜おばあちゃんとお話したことのない、ゆずちゃんとまひるくんはご挨拶だけしておいてね。よかった、仲良くお話をしてくれていますね。この後は、ナガルさんがオリビアちゃんとお話をして遊んだり、
マヒルくんが、さくらおばあちゃんと一緒に、雲を眺めていたり、リクチくんが、月さんとお話をしてるなと思ったら、一緒に雲を見ていたり、ナガルさんは、ずっとオリビエちゃんと、マリエさんとお話をしたり、でも、月さんも走ってきてくれて、ハグをしてくれたり、さくらおばあちゃんに、お友達ができそうで見守ってみたり、トイレに行くタイミングが同じ、ナガルさんとリクシ君を見ていたり、トラビス君とチェスをするマヒル君を眺めたり、チェスをするナガルさんと月さんを見て、ニヤニヤしたり、子供たちと全力で遊ぶマヒル君とリクシ君をニヤニヤ見たりしました。少し指示もしましたが、フリーミルも本当に楽しいです。あ、さくらおばあちゃんも遊んでくれてる、素敵だなぁ。夕方も過ぎたので、今度はバーにやってきました。ここでは、マヒル君とユズちゃんは、好きにしてもらって、リクシ君はバーカウンター、ナガルさんにはちょっとやってみてもらいたいことがあります。ちょっとだけ、ナガルさんには、月さんとお話をする指示を出して、リクシ君を眺めていようかな。Yabosa. Oh, これはバーテンダーさんがよくやっているシャカシャカだ。うわ。さあさあ、ナガルさんにはウプニシが天の声を指示しますよ。ナガルさんには、月さんに一日一回、恋愛コマンドでお話をしてもらうことにしました。よし、今回は、惹かれていることを打ち明けてみましょう。まさかのマイナス、気まずい出会いになってしまいました。まあいいか、ここからは普通にお話をしていてもらいます。そして、あの後間もなく、月さんは帰ってしまったので、ナガルさんには、ピアノのスキルを上げてもらいます。そして、何気にすごくなってきた、リクシ君のバートリックを眺めてみます。おお、リッチ君、それすごいね。ゆずちゃんは、お腹も減ってるし、意地悪もされてるようだし、そろそろ帰ろうか。そう思った時でした。おーおー、ナガルさん、ピアノスキル、レベル10達成、おめでとう。というわけで、速攻で帰ります。さて、帰ってきてしょんぼりするゆずちゃんと、一緒にご飯を食べるのを見ながら、本日はここまでです。最後になりますが、パート1の動画の再生数が、ニコニコ再生を超え、
お気に入りも100人以上の方に登録いただきました。本当に、いつもありがとうございます。閲覧マイリスコメント広告まで、すべて励みになっております。至らないところもありますが、のんびりマイペースで続けますので、今後ともよろしくお願いします。それではまた次回、ご視聴ありがとうございました。